エルカチャンネルのショーです。キリトリです。さあ今日何ですか。また呼び出してから何ですか。この間のリベンジです。リベンジ、はい、リベンジって？この間失敗したんですね。物を失敗したんでね。まさかのまさかのですね、ベンチシートじゃなかったとね。あ、ベンチシートタイプではなかったんですね、買ってきてたやつが。そうですね。なのでつけてません。椅子カバーですね。そうそう、カバーカバー。了解です。この間取り付けれなかったんでね。そうそう、わかりました。じゃあ今回の動画は椅子カバー取り付けていきたいと思います。エルカチャンネル、早速取り付けていきましょう。ねえねえ、キリト、キリト、はい、どうなったの？思ってたよりすんげえ苦戦した。苦戦した。もうちょっと簡単にいくもんと思ってたら、うんうん、仕上がりはいいんじゃない？なんだ想像と違うっていうのかと思った。想像したからね、ピシッてなってるイメージが。そうでしょ。中見てみていいかな、うん、もうピシャよ。エルカチャンネル、はい、じゃあできたみたいですよ。見てみたいと思います。なんかどうなんですか、これはもう本人のさっき言った通りですかね。あ、まあちょっと座ってみてくださいよ。どうなんですか、座った感じの感触でしょうね。その手を置いてみたとか。うん、気持ちちょっと違いますか、うん、自分の目的は汚れんとけばいいっていうのがある。なるほど、そう言っちゃうとね、この間ちょこっと見た安いやつでもよかったんじゃないかね。いや、あれはね、あれはいい、もう本当ここだけだからさ。そこだけだから、ね、そうね、横とかすんげえ汚れるから、ね、了解でございます。あら、じゃあ俺も座らせてもらおうかな、うん、エルカチャンネル。はあ、これ何分かかった？約1時間ちょい。
1時間ちょいかかって座席2つ取り付け、このカバー取り付けたんですけど、言っても1人1個ずつですよ。で1時間ちょっとかかってるんですよ。それも切り取り悪いけど、どう見ても失敗の香りが漂ってますけど。いいのいいの。いいの。いいのいいの。いや確かに見た目は変わったけいいかなとは思います。やっぱこういう時のために専用カバーっていうのがあるんじゃない。ただね、専用カバーちょっとね高かったんだよね。あんまり俺カバーとかつけないんでわかんないんですよ。俺も今回が初めてなんで。いや難しいっすね。エルカチャンネルということでですね、今回の動画はここまでです。チャンネル登録よろしく。俺たちにかかってこい。